田中鈴木おぉえ、スタートおぉのコーナーはこれもコーナーでございます。うのだもでございますよ。さあみんな用意はいいですか。あんな役は今年もこの方です。どうぞ。 APM 宣伝担当セガインタラクティブのカリスマうのです。明けましておめでとうございます。さあ明けましておめでとうございます。こんななかなか弾幕ほんましょこたん以来ですよ。すごい人気。明けうのやって。明けましておめでとううのさん。略して明けうの。はあ。明けやなとか言われたけども明けうのがもう。謎の造語がまた。すげえなカリスマやな。明けうのめっちゃ流行ってるやん。マジか。すげえな。ああということでございまして、まあ、はい、ね、去年の末のベストプレイヤー賞とゲッチャーアワードのその二冠をダッシュするという みかんくそーぼーっとしてた。ごめん台本持っていたけど、まだ油断するなよ。ボケは至る所に落ちてんだよ。気をつけろ、やる気。2016年気をつけろ。もうこの前、去年2016年って言い過ぎてなんかサイン書いてくださいって2017年って書いたから。もう年2回越してた俺は。すいません、本当に気を抜かずに頑張っていきたいと思いますけども、これであの妹さんからのねお手紙もありましてね。素晴らしないですか。なんか俺あんなにトンチの効いた、結構漫画家さんって2つに分かれるじゃないですか。すごい真面目な言うず聞かへん人と、はい、あのああいう風にねすごい言う、もう妹さん面白かった文章も怖いっすね。あんなええ写真貼ってくる。え、そのあれお正月妹さんはお会いしたんですか。いや、私今回帰省しなかったんでちょっと会わなかったんですけど、賞を取った日にですね、はい、メール送ったんですよ。あ、妹さんにありがとうございます、おかげさまで賞取れましたと。あ、妹の、え、そんな堅苦しい言い方なんですか。いや、まあ、あんなあのパンチで吹っ飛ばす妹に対して。あれはカメハメハで吹っ飛ばす妹に対して、あ、まあ、ありがとうと。ありがとうと。まあ、はい、なんて返ってきましたの。はい、あの、ショおめえ変な会社。あ、ショウおめでとうのショウおめえ変な会社と。それはここなのか、あなたの会社なのか、どこをディスってるんですかね、妹さんは。まあまあまあ、まあ、全体理解されてないんだと思います、ね、はい、そのね、番組全部大きく意味でね、変な会社だねと、いいね、お兄ちゃん頑張ってねという感じでしょうかね。そうですね、よかった、はい、でもすごい盛り上がりまして、そしてなんとですよ、皆さん言うてた T シャツできましたよ。電磁ゲッチャーのメーカーの人で作る T シャツ第3弾こちら、ほら見て、ほらこれ結構よく、もう着てんのかよおっさん。ネクタイ、ネクタイ、すごい、なんやろ、すごい死ぬほど無風やねんけど。これでもちょっとみんなどう、よくない、このなんか赤がいいよ、赤が。赤がアクセントになってていい。これだって分からんもん、着ててもほら。これいいで、欲しいわ、これ。なんかそういう、なんていうの、新進気鋭のデザイナーが頑張ったみたいになってない。
これ全然スタイリッシュやで、これこれいいやん、これ面白い。ここに来てやったらできるやん。けどまあ宇野さん感がもうほぼほぼないねんけど。いやでもこれはこれはちょっともらって嬉しいグッズができたね。うん、これは頑張りましたね。うちの CG 班なのか T シャツ班なのか。絶対単色だと思ったんですけど2色来るとは思いませんでしたね。アパレル班か。うちのアパレル班、うちいやアパレル班も CG 班ももう一緒こたんやろ。あんのかな。ごめんね、それやってるみんなに申し訳ない。分かれてる部署がね。第3弾です。これ人気どう？これ人気出ますよ。これちょっと嬉しいですよね。これバカにしてましたもん。これとりあえず妹さんに送ろうか。ねえ妹さんに送ろう。お礼で絶対喜ぶわ。妹さん写真撮って送ってくれるかな、また番組。番組に、ま、宇野さんとツーショットやったらなおよしということでね。はい、ということでございまして、こちらの、 あの宇野さんがまた改めてあの写真撮りますから、後ほどツイッターにアップするのでですね、電磁ゲッチャーのツイッターアカウントをフォローしてですね、今後ともね、あのいろんな情報があの、ね、追加されて、あのウドペディアがね、色濃いものになるように皆さんよろしくお願いしますね。明けうのがもう書かれてんちゃいます、明けうのがね。あ、なるほど、うん、まあ巻き出してくれっていう声も聞こえてるけど。もうなんかどうしようかな、もう正月もオープニングあんだから、誰々やな。みかんみかん、よし。さあということでございまして、じゃあここからは宇野さん情報お願いします、はい、あ、分かってきたな。じゃあ今週もいくよ、みんなに届け、心に響け。恋する乙女を全力で応援する宇野かおるのピュアラブインフォメーション。これ元ネタ何なんですか。ウイタケのフォローしかせえへんやったらやめといて。もう画面意味分からへんくなるから。はい、これ、じゃあちょっといろいろ教えてください、どうぞ。はい、先月末に開催されました D1 ファイティングフェスティバルの、ご出場ご来場いただきました皆様、誠にありがとうございます。ありがとうございます。満員御礼で非常に盛り上がりました。素晴らしい。はい、アーカイブはこちらをご覧ください。これでその模様が見れるんですね。そうですね、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、次お願いします。出た。続きまして、D1 のサイドトーナメントで、開催されました恋姫演舞ですね。こちらの覇王決定戦、今週末はこの3店舗となっております、うん、次お願いします。そして、次 APM で好評稼働中のアンダーナイトインバースエクセレートエストの公式大型大会の開催が決定しました。なるほど。大会名はストラグルオーバチュア、詳細はこちら、公式ホームページでご確認ください、うん、そして次 D1 大会でも発表ありましたがブレードワークス、はい、こちらの最新バージョンでの最速公式大会が1月24日に開催されます。場所は埼玉県のデイトナ式。なるほど。間違って近所の熟女バーに入らないようにお気をつけください。大事なとこ。大事なとこです。はい、次、そして東海議2016ですね、はい、こちらでの 2on2 の開催が、決定しています。電撃文庫、ファイティングクラグマックスイグニッション、事前登録の締め切りは、1月21日までです、うん、あ、12日です、失礼しました。で次1月12日からね、はい、はい、ギリティレベレーター、こちらも同時開催ですので、はい、よろしくお願いします、うん、そして最後に、はい、1月9日に、福岡の東海議のイベントも開催されます。言ってましたね、はい、昔私が書かれたタイトルですので、はい、これでクリアできるとですね、渡航費用主催者持ちで東海議に行けるらしいです。なるほど。ぜひ、ご参加お待ちしております。年末の北海道大会ね、そして、今週末に福岡であるということでございますので、ね、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでね、素晴らしい、ね、T シャツできました。なかなかできないですよ、一般の人こんな。ちょっと会社で自慢します。そうね、はい、よろしくお願いします。ということで今年も宇野さん引き続きお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで以上宇野生でした。面白い面白い。
ざせない冒険、レベルを上げて。